怪盗ウイルスだ。私のせいなんだ。私のせいで。どうしよう、どうしよう、どうしよう。他人に迷惑をかけないようにしなさい。そうか、アカネちゃんは他人じゃない。アカネちゃんに頼ればいいんだ。アカネちゃん、おい、来た。アカネちゃん、私が悪いんだ、私が悪いんだよ。落ち着いてください。大丈夫、自首すれば罪は軽くなります。何もしてないよ。こいつ自己矛盾してやがりますね。なんか輸送管理システムもトラブってるみたいです。全線運休です。あっちは管轄外だから情報が。同一事象でしょうか。もしそうなら可能性は絞り込まれる。輸送管理系と情報系、業務系はネットワークが分離しているでしょ。両方のネットワークに接続しているのは認証サーバーと端末向けのアップデート配信サーバーぐらい。それがマルウェアに感染。もう一つ可能性があります。内部班が故意に攻撃をしているという可能性です。そうね、あっては欲しくないけど。ログですか。保存期間はバラバラです。一部はもう消えてるかも。でもまだ重要な痕跡が残っているかもしれない。一緒にログをかき集めて保全しましょう。中赴任 CIO。 おう。葛城取締役に気づかれないようにうまく社長に報告してください。俺が。わかったよ。私そっちに戻ってもいいですか。ここ雰囲気最悪なんですけど。待って、ホウソノちゃんはそこにいて。輸送指令と情報を共有して。いい、システムはコンピューターだけじゃない、人まで含めてシステムなの。ユーザーに適切に現状を伝えることもエンジニアの大切な役割よ。あ、どうも。あ、なんだてめえ。広報部システム課の放送のです。あ、広報。どうも、予算の都合で広報部に居候しているシステム課です。知ってら、何の用だ。口頭ですみませんが、皆さんに至急お伝えしたいことがあります。というのが現状です。まあ、葛城取締役の言葉を借りれば全社員懲戒処分って感じの状況ですね。間違いないのか。怖いのでトーンを抑えてもらっても。間違いないのか。まだ断定はできません。しかし現に発生している事象を考えれば、ここは最も安全側で行動する必要があると考えます。くそ、なんてことだ。サイバー攻撃が疑われる。輸送管理システムは信頼できる状況にない。そう思って差し支えないか。はい。いつから分かっていた。午前9時頃からです。もっと早く言えよ。連絡の徹底、事故の防止、規定の遵守、名札の裏にあるだろう。すみません。待てよ、誰のせいで安全が守られなかった。なぜこうなった。全部私のせいじゃないか。おい、ヤバセ、私が怖いから報告を止めていたんだな。それもあります。でも桂に取締役が。すまない、私が悪かった。正直に答えてくれたことには感謝する。全員聞け。午前11時5分、
ただいまをもって重大インシデントとして対応を開始する。事故は必ず起きる、それが当然だ。責任事故ゼロ、インシデントゼロ、これは目標に過ぎん。隠蔽や言葉遊びで実現したゼロに意味はない。今一番大切なのはお客様を安全に送り届けることだ。こんな事態を引き起こしたのは私の責任だ。エコひいきをして壁を作ってしまった、これ自体がインシデントだと思っている。今さら気づくのは鉄道に関わる一人として情けないと思う。それでも安全は全員の協力があってこそ実現できる。だから力を貸してほしい。この通りだ。その時皆思い出しました。一般迅速、事故の防止、従業員は協力一致して事故の防止に努め、もって旅客及び公衆に障害を与えないように最善を尽くさなければならない。今日こそ日頃の訓練の成果を見せる時だ。全員異常時取扱いマニュアルに従って行動。不測の事態、危険の予兆があれば直ちに私に連絡。誤報でも構わん。事故を未然に防いだ者、減災に貢献した者は、葛城のおっさんにどう言われようが私の権限で正式に表彰する。いいな。はい。おい鶴ヶ、お前を事故記録係に任命する。記録開始。はい、記録開始了解です。映像記録はどうしますか？ちょうどあそこにカメラがある。協力を要請しろ。え？おい山口、マニュアル通りリスク管理委員会と緊急運輸局の鉄道部安全指導課に電話で速報。運輸局はどうせいつもの兄さんが電話に出るだろう。質問が多いからあらかじめ答え用意しとけ。了解。ちなみに鉄道運転事故ですか、輸送障害ですか？異例すぎてわからん。3時間以上本線における運転を支障するから両方じゃねえか。では報告の根拠としては鉄道事故等報告規則第5条第1項第5号と同第2項第1号とします。サイバー攻撃の疑いもある、特に異例と認められるものも加えとけ。原因の分析は後回しだ。復旧に何時間かかる？わかりません。まずウイルスを特定しなければ復旧のしようがありませんから。最悪の場合、一からシステムをセットアップし直します。その場合、早くても復旧するのは明日の始発です。遅ければ1週間は。わかった。明日の朝まで運休ですか？なわけあるかバカ。大陽閉塞だ。大陽閉塞？全線で？マジか。マジだ。5時間だ。5時間だけ稼いでやる。それが限界だ。通勤ラッシュまでに自動閉塞と CTC だけでも復活させろ。ねね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 ね。にゃーん。月田駅長。大丈夫ですか？手動通信式で運転再開だ。まさに EC-B 発動。
ちら輸送司令、管内走行中の全列車にお知らせします。自動閉塞信号機の復旧に伴い、順次大王閉塞から自動閉塞に。信号機が直ったのになんでまた止まってるんですか？直ったのは駅と駅の間の信号機だけで、駅の信号機はまだなんです。早く反対のホームの列車が発車すればいいんですが、手作業でいろいろもたついているみたいで。大変です、運転士さん。高速列車もう来ちゃいましたよ。閉塞方式変更の際、財政位置を誤認して出発順序の指示を誤った結果、列車が動けなくなりました。せめて財政位置表示が復旧していれば、こんなことには。デッドロックですよ。ん？デッドロック、どこの駅で？いえ、システムの中の話です。システム開発元の話では、どうも運転整理支援機能でデッドロックが起きていると。なんでシステムの中でデッドロックが起きるんだよ。デッドロックは列車の話だろ。ところがどっこい、システムの中でも起きるんですよ。列車は衝突防止のため、1区間に1列車しか入れないよう信号で制御していますよね。ああ、それが閉塞だ。指令ミスで進行方向の違う列車が混在すると、お互いに進路を妨害して動けなくなる。それがデッドロックだ。実はシステム内のデータも同時に一人しか編集できないように制御して、データが壊れてしまうことを防いでいます。閉塞と同じか。もしデータ処理順序が違うものが混在すると、デッドロックが起きるのか。つまりこのトラブルは一つの駅で起きたデッドロックのせいで全線区に影響が出ているようなものなのか。はい、おそらく。今時この程度の端末台数でシステムをダウンさせることは普通は困難です。今までそれが疑問でした。でもデッドロックなら2台でも起こせます。だが運転整理支援機能はクソ重いから使用禁止にしている。誰がそんなもの使うんだ。ドス攻撃かただのバグか、それが問題です。ドス恋？お宅の IP アドレスからドス攻撃らしき不審な通信が。ドス攻撃、ドス攻撃、ドス恋、ドス恋。君の事件に関してセキュリティの専門家は。任せて、あかねちゃん。はい、
部門を超えてセキュリティ事案に対応するチームです。なんやと、どんだけ被害が出たか分かっとんか。次回コーシス第3話最終パート、セキュリティに完璧を求めるのは間違っているだろうか、パート4。